全国 YouTube をご覧のぶらり旅ファンの皆様、こんにちは。本日は京都亀岡にあります保津川川下りにやってまいりましたのでございます。春の足音がすぐそこまで近づいてまいりましたこと京都で、川遊びに興じてみたのでございます。川の流れに身を任せ、今日ものんびりぶらり旅、どうぞごゆっくりお楽しみください。船頭急行、これ船頭やろうかな。やべ、あ、そうか、消毒と、この辺で、あ、ここで、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、もう終わった。68番。4100円もすんのこれ。ガードレールが落ちてるのですか。あ、綺麗な神社がある。エボシーワ、エボシーワって書いてあった。この右手鏡の意味、鏡岩という。表みたいになってる。セックを見てって言ってる。見てる？それ何で？向けてんの？成人の年じゃない。
今から。あ、本当だ。先が見えない。え、やばい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 。おお。カエルっぽい。いやね、この岩よ。あの大きな岩。ゴリラ。ああ、ゴリラっぽい、ゴリラっぽい。みんな本当おしゃべりやるよ。起きとるか？飲んだ水。あ、本当だ。洞窟だ。水ぐらい飲もうかね。え？なんか入れそう。この川で2番目に深いよ。この真ん中で10メーターある。ああ。この前深いところ15メーターほど。怖い。10メーターほどあって2番目に深いところ。ああ。ちょっとな、今な、このお兄ちゃんやってもらおうか。絶対やらへん。年に1、2回ぐらいしかやらへん。絶対任せるよ。見といてな。何やるの。あ、終わっちゃった。おー。いいね、アンコール。見てない。2回も来る。よいしょ。届かへんな、これ。くるくるからやってほしい。くるくるか。もう一回これやってほしいの。3回目料金かかる。お前、正直で。冷た。お、兵庫言うの、兵庫ちゃん、上手やったよ。兵庫。あれ本当ね、難しいよ。あれね、どっか行っちゃうもんね。この兄ちゃんと、全部120人おるよ。
田んぼに降りたら、ドボンと降りたら、左斜め前向けてた。スヌーピーによく見たよ。スヌーピー。もう見てしもたもん。ほんまや。最後まで見ないかな。帰りますわ。ちょうど1時からな、スーパー特売を頼む。前みんなが怒られるの奥さんに。ちょっとね、横通らはるんで、極力押してください。押してください。やめろ。卵を買うてからにしてくれ。今30円や、卵10個で。あ、怖い怖い。押すなよ。これは押せっちゅうことやね。押すなよ。押せっちゅう。で、引っ張って。引っ張れるわ。あ、怖い。怖い。さあ、ここで3分の1です。へぇ、まだまだ。あ、はい。この辺はね、モミジがすごい多いと思う。あ、秋に来るといいね。11月来てください。ここもみじですごい綺麗で、桜の木もいっぱいありますんで。あ、もうちょっと、もうあと1つ2週間後ぐらい。ここから電車見るのないもん。電車電車。ちょっとね、こっちが重たい。ちょっとこっち寄ってもはいはい、ちょっと重たさ。ああ、もういいかな。やばい。この右奥だった。70年も経った。それまではここは船を引っ張って帰ってきた。いっぱい行こうやん。そんなんどうでもいいって言って今、おっちゃんのええとこやって話しておかれた。あ、手振ってる。え、どこで？ほら、あそこ。え？あ、ほんだ。あ、中で振っとった。何屋さん？ねえねえねえ、何死んだんかな。なんだよ、死んでないね。店どころ。ええ、あ、狭
いよ、本当に狭いわ。やれライオンっぽい。なんか上に乗っかってるな。あ左斜め前、オットセイか。乗せたの。そう、あれはね、乗せます。毎朝4時にね。今言うた。さっき言おったし。お前のもね、天童さんと被っちゃうんで、ね、あんま喋らないでね。あれはね、うちの線路が乗っけてね、熱上よ。熱上でね、今度あれを言うときは、めっちゃ雨で越えたらポロンと落ちる。また暇な船頭が乗っけてくる。なんか山開けてきたな。ヒップスとかに最後船入れるよ。あれ持っていこう。かな。また来る。あれ見て、YouTuberのナースなしで、ナースの音が。
本日の保津川下り動画いかがでしたか。今回は水量が少なくて流れが穏やかだったんですが、船頭さんの話によると水量の多い日は速くてとても迫力があるそうです。梅雨時や夏場などは水量の多い日も楽しめると思いますから、ぜひ訪れてみてください。本日も最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。